いつまでもそうしてないで。これからが本番なんだから。ねえ、明日の休みうちに遊びに来ない？はい。先輩の家にお呼ばれ、これはもしかすると。でかっ！お父様、その話はお断りしたはずです。何が気に入らないと言うんだ。私はその方と結婚するつもりはありません。だから今回の任務は親の決めた結婚を交わすための当て馬だったのね。しかしすごいな、広くて天井がすごく高いよ。庶民のうちとは格が違う。あ、暑いですから気をつけてくださいね。あ、はい。それはそうと、そちらはどなたかな。はい、申し遅れました。僕はしぐれさんの肉売も。そうだったわ、紹介するわね。彼は北小松くん。私が結婚前提でお付き合いしている男性です。それは本当か。もちろんです。ねえ北小松くん、失礼だが君はどこのご子息かね。ご両親の事業は、年商は。お父様、いきなり失礼です。何言ってる、大事なことじゃないか。愛情云々だけではダメなんだ。まだ家のローンが30年あって、家族は3人で、あとペットにジャンガリアンハムスターがいて。しぐれ、本当に彼のことが好きでお付き合いしているの？もちろんよ。ねえ北小松くん、あれ、さっきまで。呆れた、彼ならとっくに出て行っちゃったわよ、泣きながらね。まったく、あなたと来たら彼の気持ちも全然考えないで自分のことばっかり。私ったら、北小松くん。しぐれ、こんなところにいた。先輩、結婚しちゃうんですか。そうなのよね、お父様はすっかりその気でいて。だから私はする気はないってば。もう下ろしたての服、ちゃんとネクタイもして。そうか、気合い入れて来てくれてたんだ。いつまでもグズグズしないの。なかなかお似合いかも。しぐれは相当気に入ってるわよ。そんなことは。あなたにそっくりじゃない。私に結婚してくれって泣きついてきた時の、親子で男の好みって似るのね。それよりあなた、あの子たち見てたら私も火がついちゃったみたい。明日は朝から大事な会議が。いや、モテキが来ました。ねえねえ、今の子よくない？なんかさ、リスみたいで可愛いっていうか。今はかっこいいより可愛いが来てるしね。素敵な出会いの予感が。もしもし、そろそろいいかな。先輩、急がないと映画始まっちゃうんだけど。いつからそこに。ほら急いで。すみません、先輩。どうして謝るの。素敵な出会いか、いいよね。私もいつまでも一人でいないで彼氏作っちゃおうかな。ね。あ、どうぞ。出た。勝手にすればいいじゃない。調子づいちゃって。別に付き合ってたってわけでもないし。それなのに何なのよこのモヤモヤは。冗談じゃない、そんなことない。ああ、もうこういう時は。それでしぐれはどうしてるんだ。早速旦那さん捕まえて部屋に行っちゃったわ。産後久々のエッチらしいし、あの子すごく溜まってたみたいだから。